土壌は川とか水路から上がってきて田んぼで産卵をします。へえ、そんな、そう、田んぼはね、大きい魚とかが入ってこないので他に食べられる心配がないので田んぼを使って子育てをしています。これは何ですか、ね、ちょっとゲジゲジっぽい足がいっぱい生えてるようなやつがいます。これがガムシといってゲンゴロウみたいな水生昆虫の幼虫です。こいつは、これ私が足登られたやつじゃない、登られたやつ、トラウマになった。こいつは、これ肉食なので気をつけてください。それからもう一匹、お尻のところがちょっとオレンジ色っぽいやつが一匹います。これがホウネエビと言います。これから田んぼにいっぱい出てきます。でいっぱい出てくると豊作になるのでホウネエビ。あ、聞いたことあるホウネエビ。新幼虫がくっついてきます。これ幼虫だね。ちょっと待って、写真聞くから。触りたい。触んの？触っても大丈夫。うわ、無理だ。どこ？はい、田んぼによく来てる人はよく見かける植物だと思います。名前知ってるかな？覚えてるかな？覚えてますか？なんだっけ？なんだっけ？なんか、なん？キトコ、レンちゃん。なんかね、動物の名前がある。そう、動物の名前がついてます。なんだっけ、キツネの？うん、キツネの。キツネのボタン。キツネのボタン。やったー。ね、さっき、ね、毒のある本持ってたよね。これ毒がある植物。あ、猛毒図鑑に載ってるかも。毒があるんだ、ね、生き物じゃないから、ね、植物だからね。はい、タンポポ。タンポポのこの後ろのところがひっくり返ってる。わかります？楽器のところ。これひっくり返ってると西洋タンポポ。これが綺麗にくっついてると日本のタンポポ。カッパの形で、この形で何かなっていうのが予想がつくかなって。これイチゴの仲間。へえ、イチゴ、ヘビイチゴ。ヘビイチゴ、ヘビイチゴ。何それ。あぜに赤い実がついてたのがイチゴしかな。ヘビイチゴ、これだね。コウネエビじゃなくてもう一種類のエビ、カブとエビというのも田んぼにいます。それもこれから出てくるかなというふうに思います。で、目にやっと見えるような小さいミジンコ、これも田んぼにこれから行ってきて、今日土壌の子供がいっぱいいたんですけども、それの餌になります。で、ミジンコっていうのはほとんどがメスで、環境が悪くなったり水がなくなってちょっと危ないなっていう時にはオスが生まれてきます。で、オスとメスで新たに卵を産んで、自分のお腹の中に胎球卵という、水がなくなっても卵が残るような状態でメスはなくなります。で、翌年春になると水が入った時にその卵が孵化して新しいミジンコが生まれてきます。水がいっぱいある時はメスだけで子供を増やしていきます。実に不思議な生き物だなというふうに思います。で、今日見た生き物、そこにずらっと並べたんですけども、だいたい19種類、まあ、鳥から始まって蝶々、それから水の中にいるアメンボの仲間、それから今日も見ましたけども、コガムシというちょっとゲジゲジっぽいふにゃふにゃした生き物がいたかなという、覚えてるかなと思います。足登られたかもしれない。あとカエルが2種類、アマガエルとチガエルがいました。アマガエルは今日まだオタマガエルの姿は見えなかったんですけども、多分これから水が溜まって見た卵を産みに来るかなと思います。で、季節、これからの時期、オタマガエルがどんどん増えていって、それが大きくなってカエルがまた生まれてきます。なので季節によって田んぼで見られる生き物も変わっていきます。